態から始めます。耳の横にですね、寝ておきましょう。浮いたです。ぐーっと体が起き上がります。でこの時呼吸ふーっとしましょう。いきます。30秒です。この時はですね、お腹伸びてたら OK です。しっかりお腹伸ばしましょう。ふーっと呼吸吐いて、そうです、そうです。皆さんどうですか？もう食べ過ぎたことってよくあると思うんですけどね、しっかり効率のいいストレッチと運動してね、しっかり最後までやれば、大丈夫なので一緒に頑張っていきましょう。 OK です。はい、そしたらですね、つま先を持ってかかとグーッとお尻につけていきます。30秒です。この時に、ね、お尻につかなくても大丈夫ですからね、前も伸びてる感じがあれば OK です。しっかり呼吸してください。必ず約束してほしいのは、動画の中で一切厳しいことは言いません。その代わり必ず呼吸だけしっかりしてください。ツーナーも大丈夫なんですけど、とにかく吐くことで、さらに余裕があったらお腹使って息を吐く、お腹へこませながら息を吐くようなイメージです。そうするとね、かなり運動効果があります。しかもね、こう息止めちゃうとね、首を絞めながらやってるのパワーなので辛くなっちゃうので、そこだけね約束してください。はい、次こっち行きます。ふーっと伸ばします。前も伸びてる感じだから OK です。ふーっと吐いて、呼吸本当に大事ですよ。呼吸だけで全然運動効果変わりますから。で、食べ過ぎた次の人めっちゃむくんでるんですよね。もう本当ね、食べ物ってね、今日食べた分だけ水分を蓄えてしまうので、しっかりね、下半身のストレッチとかね、全身のストレッチして、むくみ対策まで、ね、した方がいいですね。ぐーっと伸ばしてください。全然つかなくても大丈夫ですからね。同じようにできなくても全然大丈夫だからね。OK! はい、そしたらですね、うつ伏せになって、手をですね、ぐっと肩甲骨を寄せて、上半身起き上がらせていきます。いきます。30秒です。で、上がるときに、ふっと吐く、ここ、今度ね、肩甲骨ぐっと、ぐっと寄せる。息止めないで、ふっと吐いて、そうです、そうです、頑張って。ちょっとね、しんどいと思うのでね、30秒で決めたり20秒とかでも10秒でも大丈夫ですよ。皆さんやってることが本当に素晴らしいですからね、見てるだけの皆さんも偉いです。よいしょ、頑張って、もうちょっとだよ、頑張って頑張って。3、2、1、 OK! 素晴らしい。はい、そしたらですね、また皮をつけます。そしたらですね、手をと足を左右にこういう感じで上げていきます。いきますよ、30秒です。よいしょ止めないでね。あ、一緒になっちゃった。そう、一緒になっちゃった。大丈夫です。すみません。よいしょ。頑張って。しっかり呼吸吐いて。そうです、そうです。素晴らしい。頑張って、頑張って。よいしょ。で、この時ね、腰痛くなっちゃわないように、お腹だけ、ちょっとお腹少し力入れてください。足上げすぎるとね、腰痛くなっちゃうので、お尻使ってる感じがあれば OK です。そうです、そうです。素晴らしい。頑張って、頑張って。いいねー。OK。はい、そしたらですね、足をですね、ぐーっと遠くに引っ張られてるようなイメージ、足をぐーっと遠くに伸ばしていきましょう。いきます。30秒です。ぐーっとこの辺伸びてたら OK です。どうですか皆さん、もうね、動画見て家でやってる皆さん本当に偉いですからね。もうやってる自分のことね、褒めてあげてください。うまくできなくてもいいですが、とりあえずね、やってる自分が偉すぎます。本当に家で動画見ながらやるってめっちゃ意識高いですからね。もう本当に皆さんは私と違ってグータラではないですから、本当に。はい、4、3、2、1、 OK! はい、はい、次こっちいきます。30秒です。ふぅ、ちょっとね、きつい種目も多いですけどね、ちょっと交互にきついのときつくないのを交互にね混ぜていくので、皆さんお気をつけください。人によってね、体力の違いがあると思うので、一時停止をしてみたりとかね、YouTube には再生速度を変える機能とかもついてるので、その辺をね、ちょっと、意識しながら、変えながら自分に合わせてやってみてください。3、2、1、OK! はい、そしたらですね、足の裏をつける回路足にします。回路足でしたらですね、お尻の穴をキュッと締めましょう。キュッと締めたら、なんか膝がちょっと上がっちゃうみたいなイメージ。こういう感じ。お尻の穴キュッと締めたら上がっちゃう。いきますよ、これを30秒間いきます。スタート。ちょキュッと息止めないで、これ地味にきついでしょ。息止めないで、頑張って頑張って。そう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 、地味にきつい。別に膝で上げすぎなくても大丈夫だからね、ちょっとお尻締めたら上がっちゃうぐらいで、この時も腰気をつけてください。
うん、きつい。きついね。うん、頑張って頑張って。もうちょっとです。よいしょ。もう少し。4、3、2、1。おー、きつい。素晴らしいです。はい、そしたらですね、ちょっと、こういう感じで起き上がって、ぐーっとお尻を突き出しましょう。突き出したらですね、これ脇のあたりのリップだらけです。いきますよ。3チーム目です。頭ついてください。そうです、そうです。ですね、動画の中でね、体力がなくてできないとか、体が硬くてできないとか、筋力が足りないとか、いろいろあると思います。同じようにできないこととかあると思います。でもね、本当にね、やってることが偉いです。できなかったってことは、本当にね、何度も言いますけど、伸びしろなんですよ、できなかったのは。なので、ね、まだまだ自分って、あ、痩せる素質あるんだ、痩せる、健康になる、ね、伸びしろがあるんだと思ってね、本当にポジティブに考えてほしいんです。皆さんもやってるだけ本当に死ぬますからね。オッケー。はい、そしたらね、ちょっときついですけど、このまま、肘と膝をついて、膝つきプランクやりましょう。いきます。肘と膝、ついてくださいね。いきます。30秒です。ちょっとね、猫背にしてください。猫背にして、ぐーっとお腹近づけるようなイメージ。結構楽勝だよとかって言ったら、肘を前に出してください。ちょっと私はね、辛いので。肘を、引きます。で、30秒辛いから全然10秒でも20秒でも大丈夫。目標は30秒ってだけです。もうちょっと。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、うぅ。どうでしたか？はい、そうしたらですね、仰向けになりましょう。ふぅ。足を片方だけ伸ばして、片方は足90度に曲げます。曲げたらぐーっと倒れていきましょう。いきます。30秒です。ちょっとね、しんどかったですね。ふぅ。ちょっと呼吸整えてください。この辺伸びてたら OK ですよ。ぐーっと伸ばして、そうです、いいですね。どうですか、皆さん。冬とかはね、結構イベントとかあるんですかね。まあ、今ね、こういうご時世なので、あんまり多くはないと思いますけどね。クリスマスとかで。いろいろありますからね。OK! はい、こっちへ行きますよ。30秒です。ぐーっと。呼吸吐いて。でもなんか緊急事態宣言もね、終わったから結構街には人が多いと、日本の友達に。来ました。どうですか皆さん、最近外に出たりとかしてますか？みんなが呼吸吐いて吐いて、これをねもうちょっと4、3、2、1、 OK。 はい、そしたらですね、肩甲骨上げます。肩甲骨上げたらですね、お尻をですね、こういう感じで自転車を漕ぐように、ね、回していきましょう。いきます。30秒です。よいしょ。できるだけ速い方がいいです。足は頑張って頑張って。ふぅ。少しでも辛いって方はですね、肩甲骨でこうこうしたら一気に楽になります。で、余裕がある人は肩甲骨上げてください。しっかりそうするとね、めちゃめちゃ腹筋入りますよ。頑張って。きついですよね。頑張って頑張って。もうちょっと触ってもいいからね。もう少し。5、4、3、2、1、 OK。 ふぅ。はい、そしたらですね、両手、両足、上にやってブラブラさせていきましょう。30秒でーす。ふぅ。きついですね、皆さん。どうですか？呼吸吐いて、呼吸吐いて、頑張って、頑張って。そうです、そうです。ふぅ、疲れた。皆さん、もうちょっとですからね。頑張っていきましょう、一緒に。よいしょ。今日はね、いつもより少しだけ。少しだけ、きついメニューになっております。もう今日の、ね、メニューができたら自信持ってください。 OK。 はい、そしたらですね、足伸ばします。足伸ばしたらですね、足をパカパカしていきたいと思います。足パカです。いきますよ。30秒です。できるだけ大きく開いて開いて、で、息がしっかり吐く。よいしょよいしょ。で、膝曲がってても大丈夫ですかね。私裏もめっちゃ硬いんで結構これが限界なんですよ。自分の限界ぐらいまで開いてもらって、で、どちらかというとね、こう開くことを意識してくださいね。しっかり股関節伸びてるなっていうのを意識して開く。よいしょ。頑張って。3、2、1、 OK。 きつい。はい、そしたらですね、片方の足をこういう感じで回していきましょう。30秒です。股関節を大きく回しましょう。そうです。
股関節でポキポキいう方、基本的に気にしなくて大丈夫です。痛みがある場合はですね、ゆっくり回すとかね、むしろもうちょっとこれぐらいだったら飛ばしちゃっても大丈夫です。痛い場合ですよ痛くなったらね、ぜひ一緒にやってみてください。股関節周りにしっかりほぐしてあげましょう。4、3、2、はい、OK。 はい、次こっちいきます。回します。30秒です。大きな円を描くように回していきましょう。そうです。吐いて、そうです、そうです。止まって、もうちょっと。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、オッケー、素晴らしい。はい、そしたらですね、次最後の種目なんですけど、ちょっときついです。肩甲骨上げますよ。そしたらですね、足は軽く曲げちゃっても大丈夫です。この状態で上、下、上、下っていう感じで腹筋使ってやっていきましょう。ちょっときついんですけど、一緒に頑張りましょう。いきますよ、皆さん。スタート。で、息だけ止めないで、できるだけ下まで下げる。もうきつすぎたら肩甲骨下げていいからね。頑張って頑張って頑張って、もうちょっとですよ。で、皆さんまだまだやりたくないよって方がいましたらね、概要欄におすすめのストレッチ貼ってあるので、そちらもぜひやってみてください。頑張ってで、やる気ある人はね、この動画2回やっても大丈夫です。Twitter とか Instagram もやってるので、もしよかったらそちらも遊びに来てください。 OK。お疲れ様でした。頑張った自分のことを褒めてあげてください。今回の動画がちょっとでもいいなって思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。